ます。めっちゃ眠いけど。まあ起きていきますわ。今日も暑いね。ああ、キンキンに冷えてるな。今日はね、いつも通りマンションの定期清掃に朝から行って、あとはね、リピーターのね、おばあさんの洗濯機の後ろのところがね、すごいいろいろ汚れてるからね、それをきれいにしてほしいっていうね、そういうね、極めてプライベートな仕事内容ですよ。まあね、洗濯機の後ろっていろいろ落ちるからね、そこにゴミが溜まってて、まあ動かすやん、お年寄りの方とかやったらやっぱ困るんやろうなって、すごい思いますわ。うん、そう。今日めっちゃ晴れてる。雲一個もないわ。それでさ、動画には撮れやんかったんやけど、昨日もね、丸一日草刈りの仕事をやって、まあね、朝いきなり電話かかってきて、その家に行って、丸一日ずーっとね、草刈りをやったっていうね、仕事やったんですけど、結局ね、その仕事でね、2万円っていうね、お金をいただいたんですけど、その代わりね、本当に1日かかったし、もう腕もめっちゃ痒いしさ、また被れてるって。なんかね、草刈りやるたんびにね、腕が痒くなるんやんか。これが2万円の代償ですね。もう今日の朝も痒くて起きたからね。まあ、て言ってもね、今までの経験上ね、こういう痒みっていうのはね、3日で収まるんですよ。まあ、体の抵抗力みたいなのがあるんでしょうね。3日経ったら全部引っ込んでいくんですよね。なんかこれ久々に食ったけど、めっちゃうまいな。ミルキー。まあ、ぐだぐだ言ってもしょうがないんで、仕事行こうと思います。最高。すいません、定期清掃終了しました。はい、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。定期清掃は、ね、終了しましたけど、とんでもなく暑いですね。比較的日陰でね、仕事をしてたんですけど、それでも汗がダグダグ出てきますね。まあね、2、3時間休憩して、でそれからね、あのリピーターのおばあさんの家行くみたいな感じで、まあちょっと休憩しますわ。これすごい長いですね。じゃあやっぱりこれとこれが同じ。多分そうやと思う。うん、じゃあその、どうしようかな。あなたは専門学校出られて資格取ったの。そうです。もったいないわね。あの室内にこもるっていうか、喋、はいはい、らないで。そうなんですよね。ね、それはちょっとね。はい、息子はここに住まないで、はいはい、別のとこ住んでるんだけれども、はいはいはい、うん、もう孫たちも小さい時は預けて、はい、後で下北沢なんか行ってきて、お母さんお願いねって言って、今はもう
子供たち成人してほら、だから来ない自分たち、その子供たち同士の付き合いがあるんで、今年の10月で私90なんです。そうなんですか。うん、90なんだよ全然見えないですね。うん、だからね、自分でもそれで朝はもう大体6時半にはもう来て、下の窓が出たいし、はい、いつも通りの野菜炒めを作っています。今日はね、ちょっと違うところって言ったらね、もうじゃがいもが入ってるっていうね、まあ、そんなこと本当にどうでもいいんですけど、まあ、そういうね違いがちょっとだけありますっていうだけで、さあもう完成ですね。いつも通りのね、この目玉焼きと野菜炒めですね。うん、期待を裏切らんな。めっちゃうまいです。今日はね、納豆ではなくて卵かけご飯にしようかなっていうね、そういう試みを、まあ、目玉焼きでね卵を食べてるんやけど、なんかね卵食べすぎもあかんみたいな話ってなんか聞いたことあるけど、まあ、そういうのはね全然気にせずね、もう食べたいものを食べていこうと思いますわ。いやー、それにしてもね、今日朝からね、いつものマンションの定期清掃行って、その後あのリピーターのおばあさんの家に行って、洗濯機を動かして、その下にいろいろ溜まってたんですけど、それを取るっていう仕事やって、それでね、今日はもうこれでおしまいと思いきやね、まだあるんすよ。まだあるっていうかね、本当にチラシを巻かないといけないんですよ。チラシがね、たまりにたまっていまして、それでもう日の出ている時間ってね、マジでもう巻きたくないんですよ。本当に暑いから。だから日が沈んで、今は夜の7時とか、まあ8時前ってところなんですけど、まあ食べ終わって9時ぐらいからね、それはね、夜の9時から12時ぐらいまではね、チラシを巻こうかなと思ってるんですよ。っていうのもね、次のチラシがね、もう来ますから、それまでにこの古いチラシを1週間以内に5000枚配らないといけないんですよ。これって本当に結構大変な作業で、1日につき1000枚弱ね、巻かなければいけないわけじゃないですか。1000枚ってめっちゃ時間かかるんですよ。ほんまに。まあでも今日1日の仕事はそんなに大変な仕事じゃなかったから、なんかね、仕事2件行ったからめっちゃ疲れてそうやなみたいな思ってくれてる人もいるかもしれませんけど、実は全然疲れてなくて、今日の仕事はね、1件目も2件目もね、1時間ずつで終わってしまったんですよ。だから今日1日働いてる時間って2時間ぐらいなんですよ、正味。だからそれ以外の時間は結構リラックスしてぼーっとしていたわけなんで、だから今日はね、体力があり余ってるわけなんですよ。そして夜になったんで、チラシを巻きに行こうかなってことですね。卵かけご飯って完璧やな、ほんまに。うますぎるわ。昨日の朝に急に電話かかってきて、そういう草刈りをやってほしいっていう仕事をやったんですよ。それで昨日一日は本当に仕事が何もなかったんで、8時間もね草刈りやって、もう昨日しんどかったな本当に。いやー、草が取れて取れてね、もうゴミ袋がさ、あの45リットルのゴミ袋、あれ20袋分草が出ましたね、本当に。はい、というわけで飯食い終わってからね、もう3時間ぐらい、今夜のね12時ぐらいなんですけど、ずーっとチラシを巻いてました。しんどいね、ほんまに。あとまあね、今日これぐらい配り終わったらおしまいって感じで、今日どれぐらいやろ、1000枚近くはね配ったと思うやんか。多分3時間か4時間ぐらいね配りっぱなしだったから、もう早く帰ってアイス食って寝たいわ。やっぱ暗いね夜って。夜はさ、すごく暗くてさ、もうポストがどこにあるかっていうのが見えやんのやんか。多分これポストやな。はい、ポスト。ね、動画で映ってるかどうかわからんけど、今のポストなんすよ。そんな感じでね、どこにあるんかなっていうのが全然わからんからね、まあ街灯とか結構多いから都会ですから。いやー、ほんま疲れた。ここポストが2つある。どういうことや。上だけ入れときますわ。どうぞ。あとラスト1枚です。あ、このね、記念すべき今日最後の1枚を、どこに、おっと、こんな後ろにあったんで、ここに入れます。はい、今日のチラシ配り終わり。はい、ということでチラシ配りね、今日も3時間か4時間ぐらいやったんですけど、まあ夜やから直射日光はないからさ、そんなに暑くはないけど、でもめっちゃ蒸し暑いな。もう汗が、気づかん前に汗すごいかいてるわ。はあ、もうちょっと涼しくなってほしいっすね。まあとりあえずね、これで電話来るのを願って、今日はねゆっくり寝ようと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。それではね、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それではお疲れ様です。